はい、ボイストレーナーのゆめとです。よろしくお願いします。今日は歌を練習する時のポイントを一つお伝えいたします。だいたい覚えたらカラオケボックスなどに行って一人カラオケなんかで歌うと思うんですけども、その時なんですよ。いきなりオリジナルキーでは歌わない。これもめちゃくちゃ大事ですね。オリジナルキーというのはプロの方が自分が最適もしくはとてもよく聞こえるようなキー設定ということでやってますので、通常の生活をしている方が歌うと大体高いです。で、高いということは喉に負担がかかって喉が苦しいとか締まった感じがするみたいな感じなんですね。せっかく覚えようとしている曲なのに苦手意識の方が先についてしまうんですよ。それが一番良くないので、最初は4つとか5つとか落としてもう楽勝で声が出るというところから始めて90点以上出すように頑張ります。で、それができたら今度はそこから半音を上げて半音を上げて、プラス1プラス1プラス1としてオリジナルキーまで上げていくんですね。最初からオリジナルキーでバンっていくといきなり喉を痛めたりとかしますので、あまりおすすめしません。はい、そんなわけで今日は新しい歌を覚えようとするときはキーを自分が楽に歌えるキーまで落としてから歌って、90点以上取ったら半音ずつ上げていきましょうというお話でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボイストレーナーゆめとでした。バイバイ。